でっけえ。おお、シーボスじゃん。ありがとうございます。だいぶ釣り人多いね、やっぱり。ちょっとね、朝釣り行きたいと思います。はい、はい、頑張りましょう。最後ね、バッて釣って、ジョーカーは今のところないんですけど、はいはい、もうちょっとずっと海沿いを車で走ってたら、なんか懐かしい場所に来たんで、そうそう、ここの飯岡灯台っていうのがね、昨日も言ってた打ち上げ花火のロケで使われたところなんですよ。もう何年前だろうね、27年前とかな。あの時のひと夏って俺らロケでずっといたのよ、ここに、うん、こっちでずっと泊まりでロケやって、で結局夏休み中に取り切れなくてさ、また9月入ってからも来たんだよね。結構そういう思い出があるんだよ。思い出な。あ、ちょっと飯岡漁港っていうのがあるんで、そこでちょっと釣りやってみようか。釣りの町飯岡ですよ、だって。本当だ。ちょっと行ってみましょうかね。はい、行ってみますね。よし、一旦見るでしょ。一旦見る。わ、いける。道具持ってね。どう？なるほど。テトラポットは向こうまである？いや、浜。砂浜。ああ。しっかり飯岡で魚を釣って、うん、で東京帰りたいですね。そうですね。うん。まるっ矢崎しげるさんでしょ。矢崎しげるさん。えんやあ。見て、最後に超ちっちゃいの釣れたよ。かわいいの。かわいいね。好きだな。なんでだろうな。秋田生まれのくせに。なんか海好きなんだよな。魚座だから。一人旅の想定がもうできちゃったわ。意外とサクサク行くかも。なんか目的地までトントントンって行けば意外とサクサク行くんじゃないかな。一応行くルートは事前に全部。そうだね、もう群馬行って埼玉行って栃木行って茨城行ってみたいな感じだから、はい、で福島入っちゃったらもう楽だと思うんでね、宮城行って岩手行って青森みたいな感じだから、各県全部何かしら目的はもう、うん、いや、まあ食べ物ちゃんとやっぱり、まあ、グルテグルだからね、一応なんか名産のもの食べるとかさ、いいね、その美味しいそういう地元の定食屋さんに行くとか、はい、それをやりたいかなと。ちょっとさ、そのロケ地もう一個巡っていい？もちろん。いい？役で俺のその家だった、うん、島田釣具店っていう、うん、
辻具屋さん、大きな恵みの YouTube に出たんですよ。そこでサプライズで岩井さん、俺が呼んで、に岩井さんがこう教えてくれたんでね、島田釣り具店が2011年の震災の津波の影響でなんかあそこにもうないみたいな、そんな話を聞いたんだよね。どうなってんだろうと、ちょっと見に行きたいなと。動き出しちゃったから、もう早く次行きたい欲出てきちゃってるわ。群馬、埼玉、栃木、茨城、楽しみだもん。なんかそういうこう自分の考えたことを形にできてる時間ってやっぱ幸せなんだよね、一番。もしこれで旅のってファンの人たちとも会えたら、向こうもね喜んでくれるだろうし、俺もそういう幸せがあるわけだから、ハッピーでしかないっていうね。そういうハッピーはね、拡散した方がいいと思うんだよね。ああやっぱそうだ、これが郵便局のパーキングなんだからね。あ、これだ、ここにあったんだな、この右のこの、これだよ、ここが跡地だと思います。完全に、うん、これですね、空き地ですね。ここ完全空き地になってますね。僕がロケをやってた場所、島田釣り具店はここですね。もう跡形もなく、ちょうど多分そこが裏口の設定みたいのがあったんですよね。ここの空き地が今ちょうど入り口で、津波の影響ですかね、津波注意って書いてますもんね。なくなってますね。なくなってました。なんだか寂しいですね。ここですよね、上見上げたりとかして。21年ぶりに戻ってきました。なんか寂しいですね。ということで、ご飯食べきましょうかね。ずっと寂しい感じになってもしょうがないですね。さあ、ご飯どうしようかな。そうなんです。山崎さんのその直感で、うん、ここって沿いにあったら、うん、そこでもいいと思うけどね。でもさ、俺らやっぱりこう、うん、いや都会に染まっちゃってっからさ、うん、沿いのさ、不安しかないじゃん、うん、沿いの安心感ってないじゃん。そうですよ、うん、沿いはやべえと思ってるよね、俺らは。でも地元の人はさ、多分知ってるじゃん、沿いでもここはうめえぞみたいな、沿いの良さ。寄り道、九十九里の方の沿い行ってみない？どうぞ。大衆食とありますよ。これこれこれ、さっき言ってたやつ、これはちょっとやめとこうかな。あら汁サービスだって。ほんとだ。そしてまあまあ人いるよ。ここだな、これだな、来た、あー、こんだけ人いりゃこれだな。はい、はい、ここ間違いないと思うよ。楽しい。2人です。これ取れない感じだね。大丈夫か。うちも決まりになったら、そちらのグルーでお願いします。はい、俺さ、特上刺身でしょ、それは。絶対うまい。いただきます。はい、わぁ、飲んでるよ。はい、お願いします。魚の味を片手から。マグロ行く前にご飯終わっちゃいそうなのに。うん、ほんつくらんちょうね。すいません、ご飯おかわりください。ご飯おかわり、はい、ご飯のおかわりになります。ありがとうございます。すっげえ、こんな感じで丸々
一杯分来て。東京帰るだけ。今回の千葉の旅なかなか面白かったっていうか、いい経験できましたね。来週再来週からかな、東北に向かって出発しますけども、それもいい旅になればいいなと思っております。それでは東京に帰ります。グルテクー。まあやっぱり今回はあれだね、釣れた瞬間が俺はテンション上がって、疲れが吹っ飛んだというか。でっけえ、おーシーボスじゃん。なんかこう、まあ一個ね、うん、ドラマがあるとね。そう、なんかでも今日を皮切りにさ、はいはい、来週再来週から一人で行くわけじゃん、うん、なんか達成した後すっごいなんかいいことがありそうな気がするわ。なんだろうね、なんかこう運を呼ぶなんかその感じがしてる。あ、そう、うん。グルテク来ました。本日は11月19日の朝、20日の昼過ぎ2時になってるってば。19日の朝に出発する予定だったんでしょ。すいません。どうしたの。用意してませんでした、いろいろと。しとけよ、出発日に。すいません。まあまあ仕方ないですね。まあで、本日本当は昨日出発してたら、埼玉、栃木、茨城に行こうと思ったんですけど、時間的に多分こう間に合わなくなっちゃうんで、埼玉はまあインターかなんかでちゃちゃっと済ませて。本当だったら今日どこまで行ってる予定でした？いや、茨城なんだけど。でも今日茨城まで行っちゃいました。行く行く行くけど、この時間なんで多分埼玉寄ってとかやってると全然多分間に合わないんで、はい、埼玉はもうちょっとインターちょっと寄るぐらいの感じに多分してスルーしてバーッとそのまま栃木に行っちゃおうかなと思ってます。でもそのまま一気にバババッと。で、なんか調べたら意外と茨城居心地良さそうなんで、下手し2泊とかありますね。海沿い、うん、釣りできるポイントがやっぱ多いんで、はい、で、まあ福島行って、あとやっぱね、宮城岩手も長くなりそうだね。でかいからなんせ、はい、うん、で、まあちょっと昔行った被災地の状況なんかもちょっと見れたらいいなとか思うし、まあいろんな、まあそういう部分に触れて、なんかこう人の優しさだけじゃなくてね、こうやっぱ暗い世の中だからこそ明るいものをなんか収穫できたらなと思ってますんで、はい、でまあしっかりね、この番組は言ってもグルメですから、はい、ちゃんとそこの、うん、グルメにちゃんと まつわるものをしっかり各県で、はい、見つけていきたいなと思ってますんで、まあでたった一人ですから。そうですね、もし何かあった場合はすぐに連絡します、はい、そしてすぐに東京もあります。あと大丈夫ですよ、連絡は。何でしょうか。いや、頑張って。いや、それと、やっぱ言ってもそのお金を使えばいくらでもこう美味しいもの食べれるわけじゃないですか、ね、だからなんかやっぱちょっと1日1000円とか決めて、はい、そういう感じで多分やっていくのがいいんじゃないかなと、はい、ただ今日だけはね、もしかしたらズルするかもね。初日なんだよ。初日だけはね。なんで海、初日海ないじゃん、もう。まあね、埼玉、栃木、はいはい、なんでちょっと栃木あたりでズルするかもしれないけど。まあでもそれ以降は基本的には海があるってことではちゃんと釣りして、はい、で、漁業の人とかにもちゃんと自分でアポ取ってやっていくんで、はいはい、そんな感じでとりあえず、まあ、2週間ぐらいをめどに。そうですね、山崎裕太一人旅行きます。見てください、見事に糞が落ちました。これはだからもう運がもうついてるわけですよね。もうそうです、もう運がついてるということですね。あ、素晴らしいところだ、これから。下手し今日は初日からもう3日間分ぐらいの魚取れる可能性あるからね。はい、うん、まあ、そんな感じでやっていきたいと思います。ちょっとね、地元の同級生がね、いきなりね、ワークマンに来てくれたから楽しい旅にするぜー。
グルテク。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 グルテク